平野紫耀 CM の反響がすごすぎて、ある映像が一瞬で丸々万再生を記録。こんにちは、スコープ芸能です。平野紫耀さんが出演するアルコール飲料水神ソーダの CM が2月10日より放映されています。お笑いトリオ東京ゼロさんの角田昭弘さんと軽快に掛け合い、平野さんが発する意図すがすがしという決め台詞が印象的な今回の CM。 旧ジャニーズ事務所を退所後初の CM 出演としても話題になっています。さらに元キンプリ3人での CM 出演が実現するかもしれないという噂も上がっています。超大手ファストフード会社の CM に内定し、この春には放映が予定されているようですと話すのは広告代理店関係者。過去の同社の CM には当時のジャニーズ事務所に所属するタレントが多く出演しています。ジャニ北川氏の性加害報道により、旧ジャニーズ所属のタレントが出演していた CM が立ち消えになったのは周知の通りです。当時多くの企業がジャニーズ事務所との新たな契約を結ばないとしていました。この騒動により事務所を退所するタレントも相次ぎ、2023年11月に生田斗真さんや岡田准一さんが旧ジャニーズ事務所を退所しましたが、出演していた CM は結果的に継続しています。企業の中にはタレントとの直接契約に切り替えて CM 起用を続投したケースもありました。ですが昨年末から旧ジャニーズタレントの熱愛発覚といったスキャンダル報道も多く、企業側としては今も積極的に起用したくないのが本音のようです。そんな中今回ファストフード会社の CM に旧ジャニーズではなくナンバーアイが内定したのには、そういった事情もあるのかもしれません。この CM に関して新たな情報が出てくることを待ちたいですね。そんな平野さんは2月7日に東京都内で行われたサントリー人水の新テレビ CM キャラクター発表会に出席しました。平野さんがお酒の CM に登場するのはこれが初。平野さんは爽やかで透明感のあるキャラクターがぴったり、親しみやすいキャラクターがジンというお酒そのものを身近に感じさせてくれるという理由から水の新 CM キャラクターに就任しました。平野さんは角田さんとの共演を振り返り、角田さんとは初めましてだったんですけど、後半から距離が縮まって、アドリブが始まってからは監督がなかなかカットをかけてくれなくて、アットホームな感じになっていたのを覚えていますと微笑みながら振り返っていました。そして自身が水神ソーダ感を持った、そんなナンバーアイの平野さんはメインビジュアルがお披露目されると、撮影では清々しい表情ができているのかなと心配だったんですけど、想像以上に清々しくて安心しましたと安堵の表情を浮かべていました。この後平野さんは CM にちなんで意図すがすがしにちなんだ様々なトークを展開。先日27歳になったんですけど、30歳に向けてどんどん清々しくなっていきたいですと意気込み、ファンの皆様に清々しい一言をというお題を出された平野さんは、意図いつも助けてくれし、これからもっと頑張るし、いつもありがたしと言葉を絞り出し、わかんないわかんないと混乱、いつも思ってることを言わせていただきましたとファンへの思いを明かしていました。最後には記者から寄せられた質問に次々と回答、すがすがしいにはテキパキ、思い切りよくという意味もあります、思い切ってやってみたいことを教えてくださいという質問には、セスナの運転ですかね、5、6年間言い続けていて夢だったスカイダイビングがハワイで実現したんですよ、今度はセスナの運転という目標を掲げながら頑張りたいと思いますと力強く語っていました。また平野さんはデジタルハリウッド大学のテレビ CM にも起用されています。2月16日の M ステ2時間スペシャル内では60秒特別バージョンが流れ話題となりました。みんなを生きるな、自分を生きよう2024編で後輩に進路を相談された平野さんは、本気で夢を追うって簡単じゃないんだって、マジでこれから先うまくいかないこととかたくさんあるし、途中で諦めたくなる瞬間も必ず来ると思う、でもその夢を実現できたらきっと最高だよ、やっててよかった
楽しかったって思えるはずなんだよ。だから一歩踏み出してみって、最終的に自分の道は自分で選ぶしかないっしょ、という平野さん自身と重なるメッセージ性が色濃い CM で、放送直後には X でデジタルハリウッド大学翔くんがトレンド入り。ヤフーのリアルタイム検索だけでも、放送後の1時間に同大学のサイトには1万3000件以上のアクセスが集中、読み込みに時間を要する大反響となったとのことです。また YouTube で視聴できるこの CM は2月19日現在で22万回視聴されており、大学の周知効果は絶大だった様子。実際にヤフーリアルタイム検索でデジタルハリウッド大学の言及数を調べると、2月10日の平野さん CM 起用の話題をはるかに上回る規模で、テレビ CM 放送時に大きく話題になっていることがよくわかります。1回だけのテレビ CM 放送でこれだけの話題を生み出すというのは、間違いなく非常に珍しいケースだと言えます。このデジタルハリウッド大学のみんなを生きるな、自分を生きようという CM は、毎年テーマ通りの新しい挑戦をしているアーティストを起用して展開がされているものです。2021年が欅坂46を脱退してソロ活動を始めた平手友梨奈さん、2022年が BE:FIRST を成功させたスカイ・ハイさん、2023年がルセラフィムとして再デビューをした宮脇さくらさんだったと聞けば、このキャンペーンが一貫性を持って自分を生きようとしているアーティストを起用していると多くの方は感じるのではないかと思います。そうした中でもデジタルハリウッド大学にとって、今年の平野さんの CM が桁違いの成功となったのは間違いないですね。その背景には平野さんの人気の大きさや CM 内での平野さんの発言への反響の大きさが影響したのは間違いありません。また平野さんが所属するナンバーアイが1月にゴートという楽曲をリリースして、 YouTube を中心に大きな話題になっているものの、まだ日本の音楽番組への出演をされていない中でのミュージックステーションにおけるテレビ CM 放送という文脈があることも大きかったと考えられます。今回のテレビ CM 放送を受けて、次回のミュージックステーションへのナンバーアイの出演への期待がファンの間でも高まっているようです。一方、今回の反響で改めて考えたいのが日本におけるテレビ CM の可能性です。前述のグラフで明確に出ているように、デジタルハリウッド大学における平野さん起用の話題の大きさは、明らかに発表時よりもテレビ CM 放送時の方が大きくなっています。これはデジタルハリウッド大学側が平野さんの起用を発表したタイミングで、2月16日に一夜限りのスペシャル CM を放送することを発表し、それをファンが拡散する形でリアルタイムでの視聴を誘導したことも大きく貢献していると考えられます。最近では平野紫耀さんのように SNS で数百万人のファンがいることが可視化されているアーティストであれば、必ずしもテレビ CM 展開をしなくても売り上げに好影響があることが様々なシーンで証明され始めています。最近では平野さんがアンバサダーに就任することが発表され、コスメの売り上げが約540倍になったと報道されたイヴ・サンローランの事例が挙げられます。もはや影響力のあるアーティストは、その存在と SNS を通じたファンの拡散力が大きくメディアとして機能するため、広告展開をしなくても口コミで売り上げに影響します。デジタルハリウッド大学と平野さんのテレビ CM のような取り組みの成功事例が増え、それを参考にした企業とアーティストの作品としてのテレビ CM が増えれば、テレビ CM の放送枠がファンや視聴者にとっても楽しい時間になる可能性があるのかもしれません。新しい CM の契約の噂があるナンバーアイ、今後の動向に目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。